そうなんだ。じゃあこの可愛らしい人形は何に使うものなのかしら。それは外の世界で使われる弾幕訓練用のおもちゃだね。小さいガラス玉を弾幕の代わりに飛ばし合うものだよ。特別な能力がない人でも弾幕遊びをすることができるらしい。外の世界の人たちも弾幕ごっこをするのね。さっきから何をずっと眺めているの？これは僕の大事なお宝さ。今日のように雷雨のひどい日ほど美しく輝く秘宝、ゴールドスフィア。どうしたんだい？おい、これは商品じゃないよ。僕の大切な金の玉だ。ねえ、勝手に触らないでくれ。見せて。いや、ね、やめたまえ。よく見せてよ。ねえ。僕の大事な玉が、金の玉が、うわっ！大丈夫？凛之助さん？ああ、大丈夫さ。問題ないよ、レイ。どうしたんだい、レイ。そんな僕を見つめ。ものすごく邪悪な力を感じるわ。あんた、本当に凛之助さん？おいおい、僕は僕だよ。おかしなことを言わないでくれ。そうは思えないけどね。いけないな、あれ。あまり僕を怒らさない方がいい。僕がその気になったら、君なんてどうにでもできちゃうんだからね。凛之助さん、それ本気で言ってるの？なんなら試してみるか。君程度の力では話にならないと思うけどね。言ってくれるじゃない。それにしてもいい気分だ。今なら自分の望み何でも叶えられそうな気がするよ。そうだな、手始めに降臨堂を繁盛させてみようか。は？そんなことできるわけ。不可能な話ではないさ。幻想郷の人口を数倍に増やしてやればいい。それだけで降臨堂を必要とする者が相対的に増えるはずさ。目の色が変わったね。どうやら幻想郷の住人を複製するよりも前にやるべきことがあったようだ。ハクレイの巫女、君は
消えてもらわないとな。凛之助さんの様子が明らかにおかしい。なんとかして正気に戻さないと。はいえ、相手を説得するなんて私の趣味じゃないのよね。まずは凛之助さんを叩き伏せる。話はそれからよ。全力で抗いたまえ。こいつ、ちっ、やめなさい。こいつ、私はここよ。これで、ちっ、食らいなさい。全力で抗いたまえ。そこ、いつまで持つか。全力で抗いたまえ。ここは一時撤退よ。ほう、逃げ切れたみたいね。喉がカラカラだわ。水、あ、しまった。持ち物は全部降臨堂に置いたままだったわ。ちょっとショック。いくら不意をつかれたとはいえ、この私が負けるなんてね。あれは明らかに人知を超えた力だった。凛之助さんの身に一体何が起こっているの？まあ考えてもわからないし、とりあえず神社に帰りましょうか。Thank you.
食らいなさい。